エーボン川の位置及びリューロ・エーボン川はニュージーランドの南東、カンタベリー地方に位置するクライストチャーチの町の中心部を流れており、河口はヒースコート川と同じくするエーボン・ヒースコート川口地域である。エーボン川はエーボンヘッドの西の郊外にある水源からクライストチャーチに通じるイラム・リッカートン・フェンドルトンを経てハグレー公園。 そして、中央ビジネス地区を抜ける蛇行した川筋が続く。中央ビジネス地区の東側は、エイボンサイド、ダリントン、エイボンデール、アラヌイを通って、最終的に、サムナー付近のエイボンヒースコート川口域に指定されている。地域団体は、その赤の特別区域に指定された土地を、川口とセントラルシティを結ぶ公園に変えようと、働きかけている。そのキャンペーンは、 エボン、オタカロネットワークと称されるグループにより進められ、市長ボブ・パーカーの指示を受けている。エボン側、クライスト・チャーチのビクトリア広場。ありがとうございます。